ターミネーター、サラコナークロニクルーズは、ワーナーブラザーステレビジョン制作によるアメリカ合衆国のテレビドラマ。本作のストーリーは、1999年に始まるが、主な舞台は、タイムスリップ後の2007年である。本作品では、ターミネーターと、ターミネーター2で描かれていた、スカイネット対ヒューマンレジスタンスという図式に加え、新たに、 サイボーグレジスタンスも登場している。前作の T-800 は登場せず、骨格が酷似した T-888 が多数登場する。また、コナー親子を守るため新型の少女型ターミネーターも登場する。なお、本作はターミネーターに以降の映画作品とは全くつながりのない別の時間軸のストーリーである。アメリカ合衆国。 第34回サターン賞 TV シリーズ部門を受賞。全員人類を救うリーダーとなるべく生まれた息子、ジョンを厳しく育てながらも、全力で彼の命を守る母親、サラコナーの物語である。サラコナーは未来の抵抗軍兵士カイルリースとの間に息子、ジョンを設けた。そして、サラはカイルラと共に軍事システム、スカイネットの 研究データを破壊したはずだった。しかしスカイネットが反乱を起こし、機械軍が人類を着実に絶滅へと追い込んでいく。サラは帰るから、抵抗軍の指導者として立ち上がるのが息子、ジョン・コナーであることを知らされていた。スカイネットは、未来から現代へ、次々と、殺人ロボット、ターミネーターを送り込み、ジョンの抹殺を企てる。 彼はまだ自分の将来の使命を自覚しておらず、危機を正しく認識していなかった。一方、母親のサラは、ジョンの生まれる前から自分たちを狙う未来からの資格と、戦ってきたことから、息子の使命を理解しており、ジョンをリーダーとして守り育てる。そこへ、未来のジョンから二人を護衛するための、少女型ターミネーターが送り込まれ、 現代や未来からの資格との戦いの日々が始まる。セカンドシーズンでは未来からさらなる協力者や資格が送り込まれ、人工知能も新たな勢力が現れるなど試練の連続となっていく。ジョンとキャメロンが通う高校。アメリカではフォックス系列でファーストシーズンは2008年1月より全員9話が放送され、同8月に DVD と ブルーレイが発売された。セカンドシーズンは2008年9月から2009年4月まで全22話が放送され、同9月に DVD とブルーレイが発売された。その後、全31話がサイファイ局で2011年4月より放送されることが決定した。日本では2009年6月17日からスーパー、ドラマ TV で 同年10月17日からは、フジテレビが土曜ドラマ枠で放映を開始した。なお、フジテレビ、土曜ドラマ枠では、CM を除くと本編が、実質36分程度であるため、1話につき10分ほどカットされての放映となった。日本での DVD の発売は、ファーストシーズンが2009年1月、セカンドシーズンが同年6月。 ファーストシーズンは一周目の売り上げが約4.1万枚で、ドラマ部門での初動売り上げで、歴代1位を記録した。2012年12月5日からは、フジテレビ放映版が、KBS 京都の1時間海外ドラマ枠で、放映中。2012年7月30日から HTB、北海道テレビの深夜枠で2013年9月1日まで、放映。 2013年4月2日より DVQ 九州放送の深夜枠にて放映。本作は2007年から2008年全米脚本家組合いストライキの恩恵を最大限に受けたドラマと評される。フォックス系列の2008年1月の目玉ドラマは24-24シーズン7と本作であったがストの影響で24が放送延期となったことから フォックスは24のための宣伝枠を使って本作をバックアップした。また映画のプレミアを行う劇場でイベントを開催するなど映画並みの一大プロモーションを展開した。こういった宣伝の効果もあり2夜連続放送のどちらとも高い視聴者数をマークした。2008年はちょうど第42回スーパーボールの中継担当が フォックス系列だったこともあり、プレイのスロー再生の前後などに、ターミネーターの CG を重ねるなどして、本作を後押しした。ファーストシーズンでは、平均1100万人の視聴者を獲得する、好成績を残したものの、セカンドシーズンでは放送曜日が、月曜日から金曜日に変更されたこともあって、視聴者数が500万人前後まで低下したため、 同シーズン終了後に打ち切られ、未完のまま多くの謎が残って、終了となった。富士テレビ、土曜ドラマ枠での放映時は、放題サブタイトルがない。代わりに、新聞のテレビ番組乱等には、あらすじ的な長々とした、独自のサブタイトルが掲載される。また、富士テレビ、土曜ドラマ枠での放送は、全31話中。 3話分カットされ28話放送となったほか、CM を入れるためにやむを得なく本編約47分の、うち約7分がカットされ50分の放送枠に詰め込まれた。そのために比較的重要な人物のセリフがカットされ、物語が非常にわかりにくくなるなど無理が出た。カットされた3話のうち1つには、デレクとジェシーの慣れそめも含まれる。CM で成り立っている。 地上波放送では通例で、著作同一権の侵害にも当たらない。ファーストシーズンセカンドシーズンファーストシーズンセカンドシーズン。ありがとうございます。